ですね、ドゥポストメソッド、これを完成させましょう。まず、トゥーユーザーリストから名前持ってきましたね。次のコードが書きたいんです。if 文です。そして条件ですね、ユーザー。これは、プライベートなトゥーユーザーリストから名前持ってきましたが、これは名前ですね。名前が、カンマ、イズ、エンプティってことで、空だったらって言うんです。名前が入ってなかったら、すなわち、ログイン失敗した時ですね。これを書きます。is empty の括弧括弧、そしてイコールイコール true と書きます。これで、名前が空なのが true だったらって意味ですから、データベースからメールとパスワード入れても名前が出てこない場合ですね。この場合、括弧して、リスト、そして、型はストリング型です。文字列ですね。で、変数名ですね。メッセージ図といたします。で、イコール、ニュー、アレーリストといたしましょう。型書かなきゃいけないですね。鍵括弧で、ストリングですか。このように書いておけばいいと思います。次ですね。メッセージ図。今作った配列ですね。これに、アドしていきます。配列に要素を加えていくということですね。文字列ですから、ダブルクォーテーションでくくって、中身を書いています。仮に、ログインに失敗しました。とでも入れておきます。あとで利用されないんですけど、仮にこう書いておきましょう。そうすると、メッセージズという配列には何か名前が入ったからではないということになります。で次ですね。リクエスト。そして、カンマ。リクエストオブジェクトですね。それに、セット。アトリビュートとします。カットしまして、ダブルクォーテーションでくくりますが、エラーメッセージですか。このように書きます。で、ダブルクォーテーションでくくって、メッセージズという変数持ってきますね。で最後はセミコロンですか。で、エンターです。で、これでメラーメッセージズと、これはどこに返すかと言いますと、ログインに失敗した場合ですから、インデックス JSP でメールとパスワード入力してますが、そのページに、まあ、エラーがあったりというものを返したいんです。ですから、行き先を指定してまいります。ゲットサラブレット。コンテキストですね。そして、カッコカッコのカンマ、ゲット、リスク、リクエストですね。ディスパクチャーといたしましょう。ありますか？ここにありますね。スケール難しいですが、これダブルクリックすれば使います。中身ですね。URL を指定してまいりますんで、スラッシュですね。index.jsp です。このように書いてみてあげてください。ここはいらないですね。で、カンマいたしまして、フォワード、行き先という意味かと思うんですが、ちょっとスペルが違います。フォワードですね。A じゃない、O じゃないですね、A ですね。フォワード。で、括弧。HTTP サーベットリクエストの変数のリクエストとレスポンス、これ持ってみましょう。
リクエスト、カンマ、レスポンスですね。で、セミコロンです。このインデックス JSP、ダブルコーテーションで来るようですね。ここでいいかと思います。アラームが消えました。で、ここにメッセージズにアラームついてますが、これスペルが違いますか？こうですね。消えますね。一旦保存してみましょう。で、if 文書きましたんで、次は else if でもう一個の条件をつけたいですね。何かと言いますと、2と書きまして、そして、小なりイコール、user.size といたします。そして、括弧ですか。このように書きまして、大括弧で処理を書いていきます。これはですね、ユーザー、名前が入ったオブジェクトのサイズが2個以上入っているということですね。メールとパスワードを指定して、名前が1つしかないはずなのに、2つ出てきたということは、それはエラーですね。ですから処理を書きます。スロー。そして、ニュー。エラーのオブジェクトを作ります。イリーガルですか？ステート。そしてエクセプションですね。そして、カッコして、ダブルコーテーション。2。で、これが、ダイナリーイコール、ユーザーリスト。ドットサイズ、カッコカッコと書いておけばいいと思います。で、最後はセミコロンです。このように書きますと、まあ、イリーガル、ステート、エクセプションという例外ができます。どうも、スペルが違うようですね。この先頭の i が小文字じゃなくて大文字ですね。これでいいかと思います。で、保存してみましょう。アラーム消えましたね。このように書きます。で、最後の選択肢ですね。else としておきます。そして、括弧で書きまして、処理を書きたいんです。それはですね、リクエスト、そして、ドットゲット、ゲット、セッションと書きます。つまり、セッションオブジェクトですね。いよいよこれを作ってまいります。括弧しまして、ドット、そして、セット、アトリビュートします。何かを何かにセットするということですね。ですから、カッコして、セミコロン。そして、中身ですね。ダブルコーテーションでくくって、そして、その中に、ユーザー、そして、ドット、ゲット0番というのを入れるんです。こうですね、セットアトリビュート。アラームもついてますが、t が一つ足りませんね。これでいいんでしょうか。そうすると、今度は R が一つ多いですか？ちょっと一つ取ってみましょう。これでいいはずです。次ですね。このログインという名前が入ったものを引き継いで、このログインサーベットクラスから行き先を指定します。ゲット、サラブレット、ドット、コンテキストですね。そして、カッコカッコのドット。そして、ゲット、リクエスト、ディスパクチャーですか。で、ここに、行き先名を書くわけですよ。ダブルクォーテーションでくくって、スラッシュサーティフィケーション。ドット JSP ですね。このように書いてみてください。最後に、ドットフォーワード。で、引数がリクエストとカンマレスポンスです。
で、セミコン。で、ゲット、リクエスト、ディスパクチャー。この C が邪魔ですね。消してみましょう。T も邪魔ですね。本に T がないですね。これでいいかと思います。その LS の後ですね、ここ持ってきたいものがあるんです。RS っていうデータベースとコネクトする変数ありましたね。これ開いたんで閉じておきたいんです。このように書いてみてください。で、PS っていうセレクト文を使ってデータベースとアクセスする変数ですね。これもクローズしたいんです。データベースと連結するコネクションという変数を、これも閉じておきましょう。このように書けばいいかと思います。括弧はイコールですか。で、トライキャッチ説なんで、最後にキャッチしたいです。キャッチ。で、括弧、括弧。そして、大括弧ですね。中身を変えていきます。中身はやっぱり、例外ですので、エクセプションですね。これ、型なんで変数名 E としていきます。で、中身の処理ですね。E に、プリント、スタック、トレースとします。で、カッコカッコです。で、セミコン。で、これで保存します。見てみましょう。で、シリアルバージョン IT、ここだけアラームついてますね。見てみましょう。この S が邪魔ですね。で、保存します。消えますね、警告は。これで、ログインサーベットクラス、コーディングはできました。